現像は J リーグツエーゲン金沢のマスコットキャラクター。本項目では他のツエーゲンのマスコットについても説明する。2011年に誕生。石川県の鳥犬足をモチーフに運動神経抜群ないたずら好きな性格が特徴。名前は金沢の方言、ツ杖源像に由来している。ほぼ毎年、クラブとはマスコット活動に関する契約を行っている。 2017年2月8日、2016年と同様に、クラブと新たに2017年のマスコット契約を締結した。2017年8月26日、J2 第30節サヌキ戦で初登場。石川県生まれで、幼少期を金沢市の姉妹都市フランスナンシーで育った、帰国子女。名前は、金沢の方言、応援新ナンシーに由来。 現像に一目ぼれし、現像に熱烈なアプローチをしている。フランス育ちでエレガントだが、社交的で元気いっぱいの女の子。ピンクが大好きで、ガールズ仕様の特別ユニフォームを着用。ピンクのリボンとマフラーを身につけている。テレビで現像を見て、以来、ずっと現像に恋をしている。スタジアムで実際に現像に会い、現像への思いは大きくなる一方。 現像の彼女になることを夢見て、女子力アップに励んでいる。2017年8月26日、佐野季戦で行われた、現像ガールズオーディションに参加。見事現像ガールズの座を勝ち取る。9月開催のホームゲームで開催する、杖営金沢秋の収穫祭の一環として、9月2日、第31節長崎戦で、現像イヤー団 VS ヤサガラス団大運動会が、 開催された、ありがとうございます。